新潟の工芸家の技術を多くの人に知ってもらい、将来を担う若手作家を育てていこうと、優れた作品を集めた展覧会が新潟市で始まっています。新潟市西区の雪稜社美術館でおとといから始まった工芸2022。金属加工品をはじめ、漆塗りや陶磁器など新潟を代表する工芸家の作品が並びます。また雪稜社美術館では、若手作家の育成と支援を目的に、県内の作家や大学生などを対象に優れた作品の表彰を行っています。対象には長岡造形大学職員城山みなみさんの作品、お姉さんと七人の小人、そして金沢美術工芸大学の張志芸さんの無限輪廻息が選ばれました。工芸2022は来月25日まで開かれています。